Off-limits, no opinions, nothing's wrong. I free my mind every time, try to keep it going. 100 songs in 100 weeks, what the fuck? Yo, how these dudes keep writing? Do they cheat or what? Nah, bitch, we just know how to get what we want. And we're good at what we do, cause it's never been.久しぶりの動画になるんですが、早速トレーニングに入ります。で、その前に、今日一緒にトレーニングする方、何度かこのチャンネルに出てくれてるんですが、元気大橋選手。こんにちは。元気さんは地元同じ11月17日の、プロクオリファイに出るんですが、まあ、階級は違います。違います。ただ、2人とももちろん出るからにはもうプロ、もうプロ、まあ、優勝狙っているので、2人ともいい結果が出ればオーバーオールで当たる可能性は、まあ、十分あるかと思います。なので今日のトレーニング非常に楽しみです。多分コンディショニングもちょっとお互いのコンディショニングも見ながら、あと村田さんは、ダイヤモンドカップ見事クラス優勝をもうしたての、まあ、トップ選手でもあるので、今日は元気さん、村田さん3人でトレーニングします。よろしくお願いします。第1種目目は、まあ、ちょっと自分の勝手な要望ながら、はい、フラットベンチやります。ちょっと重く、まあ、レップ数も少し抑えて4セットほどやります。Let's go. Yeah.I said, what's up, what's up? Y'all gonna step up, step up. I'm the best as they come. Call me blessed, I'm the one. Spitting raps like the sun. Fire blast out my tongue. Staying forever young. If you play me, you're done. Look out, I'm about to make it. I ain't faking. Wolf was breaking. And these bands have all been waiting patiently to see me take it. I think that it's time to snake it. Call me Drake, the charts I'm taking. And I make all of these statements, cause my mind's never complacent. Yeah. Lately I've been on some different shit.僕が6やったら元気さん次に8やってます。そういう日になるんですね。Lately I've been on some different shit. I'm making beats, filling seats, man it's fucking lit. And I proceed with my degree in making fire hits. I think I got just what you need, girl, try a sip. 2種目目は早速インクライン、まあ、何らかのインクラインベンチに入ります。ちょっと元気さんにお任せします。椅子の角度大体30度で30度いきます。結構一般の人やるよりちょっと低めです、ね、そうですね。一般の人は45度ぐらいです、ね、45度ぐらいです、ね、で僕結構肩、45度にしてやってたんですけど、結構肩にね、分かります、入っちゃってたんで、特にやっぱ僕、まあこの体の中では肩の方が強いんで、胸より、はいはい、だからなるべく胸でできる角度というかフォームっていうのを探して30度にたどり着きました。このぐらいの位置、じゃあ結構肘は開き気味になる。そうですね。で僕の場合はストレッチもやっぱ負荷を抜かずにやることっていうのを心がけてて、でトップに行くときにちょっとこう物理的には無理ですけど親指をこう寄せるイメージで上げていく。そうするとプレス系の種目でも若干収縮は意識できるんで。She drank the Kool-Aid, I can see it on your lips. She wanna party with the best, yeah, grab a fit. I'm tripping hard on this beat, man, my mind's lit. Back and forth from what I want and what I'm gonna get. I keep my head down, grind up, moving on. I keep my mind clear as I write every song. Nothing's off limits, no opinions, nothing's wrong. I free my mind. Up, up, up.インクラインスミスを元気さん風に4セットやりました。レップ数も12レップできなかったらもう補助をつけてる。でもで結構セットの時間は長いです。エキセントリックを、ゆっくり丁寧にやってるの でここから、胸の最後の種目ケーブルを使った
ケーブルフライ、まあ、ケーブルフライじゃない、ごめんなさい、ケーブルクロス、ケーブルクロスやります。大丈夫、これ一番どうやってます？自分はもう肩の高さから一歩ちょっと ちょうど肩関節ぐらい。確かにやってるっすね。なんか下から引いちゃうと自分の場合はなんかどうしても肩のアイソレートしも濃くなって、はい、なるほど、胸を張ればめちゃくちゃ張ってもう結局ここ力入っちゃうタイプなんで、はい、逆に肩関節ぐらいの高さから前の方に来てでもここからスタートして締め切る、はい、20レップぐらいいきますか。はい、数え忘れた最後に手首をちょっとスピネットするかのようにもう本当に鎖骨のここからここをもう筋肉をもう縮めるかのようにギュッと締めていきます。熱い、すごいねやばいやばい。あと残り、昨日でちょうど5週間です、前回のビーフササキの5週間前のコンディションも今完全に上回ってます。なぜかというと大会のコンディションのままゆっくりバルクしてるだけなので、楽といえば楽です。ただ精神的にやっぱり減量期が長くついてるような感じで精神的には辛いんですけど、なんか頭の中が痛い時こそ体が一番なんかなぜか鏡でよく映るので100 songs in 100 weeks? What the fuck? Yo, how these dudes keep writing? Do they cheat or what? Nah, bitch, we just know how to get what we want. And we're good at what we do, cause it's never enough. I ain't playing anymore, I'ma shut the door, ignore all the fucking hitters, turn them into corpses. I'm so sore from ripping on these vocal cords, they like swords cut deep as my words are born, I'm upset. Cause ain't nobody heard of us yet. A few mil with the first man bet. 胸3種目で今日は終わりにします。ここから肩に入ります。今日は合同トレーニングなので、特にこれをやるって決めずに。イントゥイティブトレーニング、まあ各選手の気分そしてやりたい種目を今日はやっていきます。肩の第1種目目をちょっとみんなで決めます。じゃあ決まりました。とりあえず最初は、ダンベルでサイドレイズやってからの、こちらのテーブルでこっちの方ですか、はい、なんていう種目だったかな、リアのリアデルトのケーブルクロスオーバーをやります。なんかあのサイドレイズってあの人それぞれすごいあの独特な特徴とか癖があるのが多いのでちょっと元気さんのサイドレイズとかちょっと聞いてみましょうか。元気さんのなんかあのダンベルの、はい、ラッチャルレイズ、まあ、サイドレイズにいろんな何ですかやり方あるじゃないですか。ありますね。同じ場所を効かせてても体を倒してやり、起き上がらせたり、はい、胸を起こしたり、胸をさ、まあ、いろいろあると思うので、はい、現実さん的には考えはどんな感じですか？僕は、まあ、胸を割と張っていただいて、はい、で、この、これ骨があると思うんですけど、はい、ここを支点に上げていく、上げていく、肘を遠くに飛ばすイメージ、はい、で、やってますね。割と、まあ、胸張るぐらいですかね。胸張って、まあ、僧帽はもうロックした状態でやってて、はいはい、なるほど、自分も似てますね、ほぼほぼ一緒です、はい、で上げるときは小指がちょっと親指より、はい、やや上に来る感じで、まあ、肘が、この肩のジョイントと平行に来るぐらいまで上げる。これ以上上げると、まあ、まず怪我もするしあんまり今意味ないので、まあ、一緒です。で、遠回り遠めに、まあ、重量は別に皆さん何でもいいんですけど、とりあえず今日はこの12キロのダンベルから、まあ、ほぼ限界までやってすぐにこの7キロのダンベルでまた限界まで、それが終わったらだんだん最後の方はどうしてもフルエンジンできなくなってくるんですけど、
まあパーシャルで最初はフルやって、だんだん無理になってきたら最後はパーシャルで追い込むので、全然効率のいい追い込み方だと思います。よくよくフォーム警察がいるんですけど、まあ、それはそれでいいんですけど、初心者とかの場合は自分は本当にフォーム重視。なぜならそのマインドマッスルコネクションがしっかりできてない時点で、効かせると言っても体で理解しきれないところもあるので、とりあえず正しいフォームをガンガンもう頭の中に入れて、いつかずっとやってるうちになんか発見があると思うので、おここだみたいな。そのフォームがある理由はその筋肉を効かせるためにそのフォームがあるので、初心者の場合はもうフォーム重視。何年かトレーニングしてくると、なんて言うんだろうね、まあトレーニングの幅が広がってくる。5週目ですか？え5週目ですか？4週目終わりました。そんなやってる弱ってるやつですか？うん、だんだんみんな疲れて口数が少なくなってきてます。早速腕、まあ、3頭に入るんですが、このマシンで、まあ、背中をこのパッドにつけて、体を安定、まあ、固定しながら、3頭の外側の方を狙っていきます。何レップぐらいやってます？お好み焼きですね。大会ゴールしました。お好み焼き。一番好きなもの。お好み焼き。どこのお好み焼きとかってありますか？僕ね、自分が作る。あ、自分で。18歳ぐらいの時にバイトでやったんですよ。で、普通の混ぜるお好み焼きじゃなくて、広島風ですか？そう、広島風で。あと銀だこ。いいですね。一日のチートのやつ。でもあれなんか、本当にゴミが食べたくて。もう安いゴミが食べたくて。あれロブスターの店。ああ、あれめちゃくちゃ美味しいです。どこなんですか？レッドロブスターは。あ、レッドロブスターですか？レッドロブスターはあんまり日本にないです。でもたまたまこの新町と自分の家のからも5分ぐらいのところにあって。都内ないっすね。ないです。次は、またこのケーブルマシンで、片方では
このストレートバーを使ったケーブルバイセップカールで、すぐに向こうの方でこのトライセップのミドルヘッドを狙って、今度は手首をこうやって手のひらを見せて握って、そのまま両腕やっていきます。Shit worth it. Y'all give a man purpose. Y'all make a man kill it when I'm performing these verses. It'd be a disservice if this music never surfaced to the top of this circus. All this time will be worthless. I'ma be first, bitch. All I do is work, bitch. Party hard, sure, bitch. Then back to the verse, bitch. They gon' need a nurse, quick. Put them in a hearse, shit. Using every word to get heard by this earth, bitch. I love playing this game. I ain't rapping for the fame. Nah, I rap to make a name, to be heard and make a change, yeah.To be heard and make a change. Yeah, I just wanna make a change. だいたいトレーニングが、1時間20分ぐらい、まあ、3人だったし結構、まあ、リズムよくできたんですけど、そうですね、これ以上やっても、まあ、集中力が抜けていくだけだと思うので、まあ、こんな感じですよ、はい。OK という感じで今日もトレーニング終わりました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。どうしましょう。で、そうですね、今日のトレーニングは胸、肩、そして3頭、まあ、2頭も少しやったんですが、ではまず元気さんに質問なんですけど、はい、こういったまあ胸、肩、まあ、特にまあトレーニング全体でもいいんですけど、なんか元気さんが気をつけているポイントとかって、はい、最近はやっぱりそのネガティブっていうのを結構、大事にしてて、だから重い重量っていうのは、まあ、なるべくネガティブも意識すると多分扱えなくなってくるので、はい、まあ、しっかり丁寧にネガティブそしてポジティブで、僕はその基本みんなその肘下、はい、指先まであるんで、結構こっから下でやっちゃってる人多いと思うんですよね、トレーニングも、はい、でもやっぱりこの肘を支点に下げて上げるっていうのを意識して、胸、肩の種目っていうのは特に意識してやってます。なるほど、まあ、逆に言えばしっかり扱え、まあ、ネガティブをしっかり扱えない重量は扱わない。そうですね、はい、で前にも言ったんですが、元気さんと、自分は大会に向けてもう減量、はい、もう減量のピークに今近いんですが、村田さんは今大会も終わってバルク、そうですね、バルク期に入っていると思うんですが、なんかバルク期に気をつけているポイントとか、まあ、もしかしたら金金視聴者に伝えられるポイントとかもあればお願いします。そうですね、やっぱり僕トレーナーって仕事をしてるので、とにかくやっぱバルクってなるともう皆さんも好きなものを食べるみたいな、ね、とにかく食べるみたいな、まあ、大きくはなりますよ、ね、そうですね、大きくはなるんですけど、まあ、それは結局、まあ、体重をこう見てみんなこう、ね、何キロ増えたとかって言うんですけど、実際それ脂肪がね乗ってるだけじゃ意味ないんで、やっぱりもうねタンパク質をしっかり取った上で、まあね、そのカーブなり炭水化物なりしっかりとって、まあ、やるっていうのがまあ一番大事かな、まあ、とにかく好きなものを食べるのはバルクではないですから、ね、はい、まあそうですね、初歩的ですけど、まあ、本当の自分の中でもその本当のバルクは絞り切ってどれだけ残るかなので、まあ、長期的に見てもやっぱり体にいいもの、やっぱり少しずつバルクしていった方が体にいいので、あと減量する時も楽なので、まあ、先ほど言ったようにもう本当に同感です。OK という感じで、皆さん動画をここまで見てくれてありがとうございます。元気さんは YouTube チャンネルやっています。そして Instagram もやっているので、Instagram のリンク、まあ、YouTube のリンクはこの動画の詳細に貼ってあるので、皆さんチェックしてみてください。村田さんも Instagram やっているので、よろしくお願いします。チェックしてください。 Thank you for watching. Work hard. See results. Thanks for watching. I'll see you again soon. ありがとうございます。ここだけだから一度の